マルドゥク。マルドゥク、マードック、マルドゥク、マルドックは古代メソポタミア神話の特にバビロニア神話などに登場する神。バビロンの都市神でバビロニアの国家神。後にエンリルに代わって神々の指導者となり、アッカド語で主人を意味するベールと呼ばれた。エヌマエリシュ曰く世界と人間の創造主でもある。名は太陽のオスの子 シュメール語では、アマルトと表記され、太陽の若き雄牛という意味を持つが、正確な名前の由来は分かっていない。また、マルドゥクのヘブライ名は、メロダクであり、同盟の王が、旧約聖書に登場する。マルドゥクは、父や神と母だ向きな神の息子で、女神を妻としたとされる。彼の息子は、ナブー、ネボ、初期の神、一説では、聖愛の女神。 イシュタルの兄弟であった。随獣はヘビリュウムシュフシュ。またこの系図においては、マルドゥはアサルルヒの神格を吸収して、エアの息子となっている。マルドゥクの神殿は、推定90メートルの高さでそびえ立つ、エテメンアンキと呼ばれるジックラトで、旧約聖書における、バベルの塔のモデルになったと言われている。マルドゥクに象徴される武器はクワに似た三角の葉を持つ。 マルンと呼ばれる脳具、彼の胸に下げられた天命の粘土板、トゥプシマティ、ムシュフシュとその配下である強風や砂嵐とった七つの悪風、嵐の戦車、弓と三つ差の矛、そして最大の武器は洪水であった。彼の力は強大で、最も険しい山をも壊滅させ、海の波を狂ったようにかき立てると表され、優れた能力を誇るがゆえに、傲慢さを持ち合わせるが、 一方では、知恵者で非常に勇敢な神でもあったという。メソポタミア神話に語られる神々は、大半が擬人化しているが、丸毒に至ってはこれに限ったことではなく、その姿は異想であった。四つの目と耳、もしくは二つの塔を持ち、唇が動けば、火を吹き出し、背は神々の中で最も高く、死士も長かったというが、こういった要望を記した神学的注釈書では、 次のように表現されている。もっとも現在に残っている図像では冠を被る髭を生やした男性として描かれている。マルドゥクは木星の守護神であり、太陽神であり、呪術神であり、英雄神であった。そういった多面的な神格を持ったことで様々な面から信仰を受けてきたとされる。彼の際には春分の日に行われていたことから、 春の太陽を象徴していたと推察されており、植物を芽吹かせたり再生したりするという機能を備えていた。そのために、春の太陽として同時に、おそらく濃厚神、豊穣神としても崇められ、前述した武器、マルンをシンボルにしていたことが、まさに、こうした神格の現れであると言われている。マルドゥクは、早い段階から充実神としての信仰を受け、 バビロニア神話に組み込まれた後に、エアの息子で呪術神であるアサルヒヒと集合し、そのままエアの息子として崇拝されることとった。当時におけるまじないは、医療と深い関係にあったことから、治癒神としての側面も果たしていたことが知られている。マルドクの英雄神らしい神格を最も表している神話は、バビロニアの創世神話として名高い、エヌマイリシュであり、 マルドゥクの英雄的活躍と彼が思考神に至るまでの過程が描かれている。母なる剣所の女神ティアマトが次々と誕生させた子供、次世代に続く新しい神々がうるさく騒ぎ立てるので、ティアマトの夫アップスは彼らを殺害しようとした。ところがアップスは息子の一人であるエアの策謀により破れてしまう。エアはアップスの上に神殿を建て、 ダムキなどの間に子供を設けた。その子供が、マルドゥクである。夫を殺害されたティアマトは、息子、あるいは夫の一人である、キングーに天命の年度版、トゥプシマティを与えて十一の怪物たちの指揮官に任命し、自身の子供たちである若い神々に戦いを挑む。若い神々の側にはエンディルによって、指名を受けたマルドゥクが対等に立ち、彼は圧倒的な力で、 ティアマトラを撃退、金宮から、天命の粘土板を奪い勝利を収めた。撃たれたティアマトは体を引き裂かれて、天地創造の礎となり、金宮はエアによって処刑され、その地は人類創造の材料にされたという。こうして、天地の秩序を確立したマルドゥクはエンリルに代わって、神々の王となり、五重の称号を与えられるとともに、神々のエンリル神、最高神と呼ばれるようになった。 天命の年度版、トゥプシマティは、本来エンギル、最高権力神が持つ、生けるものすべての個人情報が記された、印版である。エヌマエリシュではティアマトに愛されたキングーが戦いに、再始それを授かるが、マルドゥクが、太古の神を任し天地と人類の創造という、功績を残したことで、彼は、思考神へと君臨していく。マルドゥクは、 天命の粘土板を金グから奪い取るという形で、最高神たる権力をエンリルから受け継いだのである。神々を滑る存在となったマルドクは、それまでエンリルの役割であった王権授与の神格をも継承する。これにより、ハンムラビをはじめとしたバビロンの支配者たちの即位の際に、マドク神のお手を取るという儀式を行ったとされ、その対象は、マケドニアの偉大なる帝王、アレクサンダーも、 例外ではなかった。やがて、マルドゥクは、冒頭で触れているように、ベールと呼ばれるほどの信仰を受け、並ぶ者がいない優秀な神として描かれるようになっていく。それは、マルドゥクを称える神話の末尾に列挙された五十もの、称号にも現れている。例として、一切を創造したマルッカであり、アヌの孫アサルヒヒであり、天地の境を固定する木星、ネビルであったなど、 エヌマイリシュに伝えられているマルドゥクの英雄的活躍から一変、ことの文学性を教えるのが、である。この説話において、マルドゥクは、老齢に差し掛かって落ちぶれた支配者のように描かれ、若い頃の輝かしさを、微人も残していない。イコールネルガルに騙されて支配者としての権力を、譲渡してしまい、血で汚された、自身の神殿には、恐れて入ろうともしなかった。 こういった滑落は、エヌマエリッシュにおいて年若いマルドゥクを絶対的な英雄として伝えているのと同様に、今度は年老いたマルドゥクが貶められる側という、わかりやすい病となっており、意図的な作風である。神話によるマルドゥクの生涯は、長期のようなものであるが、歴史的に語られている彼の信仰事情は、あくまでバビロンの年神でしかなかった、本来の姿にまで遡る。事実、 バビロニア地方の南部に位置するシュメール地方においては、マルドゥクの信仰に関する伝承はほとんど言及されていない。まず、マルドゥクがパンテオンの主神の座につけたのは、ひとえに、バビロンの台頭とバビロン王朝の誕生によるものである。一時混乱状態にあったバビロニア地方を収集し、統一したハンムラビは、バビロニア第一王朝を築くに伴って、国権や、 治安の強化に乗り出した。その背景で、バビロニアの都市神であるマルドゥクを主神とする働きが起こる。地上を治める王権は、神から対応されるものという当時の古代メソポタミアの思想により、守護神が権力を増すことは、国の支配権を確立する上で非常に重要なことだったのだ。このため、ハンブラビ法典には、マルドゥクが、アヌと、 エンリルから権力を譲渡されたとの胸が見え切れている。主神としての地位を格好たるものとしたマルドゥクだが、その権力をさらに押し進めたのが、ネブカドネザル一世によるマルドゥク像の奪還であった。古代メソポタミアにおける都市国家間の戦争は、敵対との主神すなわち心臓を捕虜にすることで終結したからである。当時のバビロンは、エラム人の流入によって、 首都を陥落させられてたため、マルドゥク像を取り戻すことは、バビロンの人々にとって悲願であり、そしてその悲願を達成したことで、バビロンの支配権は安定を見せ、マルドゥク自身の神聖も高まったということである。マルドゥク像の放浪はこの後も続き、アッシリアの攻撃によって一時は、神話上での立場すら危うくなるも、マルドゥク信仰は新バビロニア時代から、 アケメネス朝の頃まで続いた。思考神として祀られることとなったマルドゥクは、大々的な祭儀などにおいても重要な存在となっていき、特に春に行われる、バビロンの新年祭りはそうした祭儀の中でも、最大の儀式でったという。祭りは11日間にわたって催される、主に法上祈願を示す神事であった。祭りの最中、マルドゥク像は、都市のよそにある、 秋との家と呼ばれる施設に移され、4日目には N マイリシュの朗読が行われ、最終日になると盛大な行列を伴って凱旋したという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。